競馬で育ちの単勝1000円買ったら外れました。だから今から時給稼ぎに行ってきます。なんか自転車くずが邪魔になってんですよね。すごくなんか鉄くずのストック場の手前に自転車くずが置いてあるからすごい邪魔になってんので、ちょっと近所のスクラップ屋さんに捨ててきたいと思います。これですね、自転車くず。自転車くずって実は売れるんです。なんでかっていうと、重量のほとんどが鉄だから鉄くずで売れるんですよね。ゴミではない、ゴミ、あの粗大ゴミなんですけど、スクラップ屋さんでは鉄くずで売れるんです。ちゃんと重量のほとんどが鉄だから。けどゴムタイヤがついてんですよね、これね。ゴムタイヤだから普通にギロチンで切断して製鉄所には出せない。ゴムタイヤ外せば普通の鉄くずで通るんですけど、これ外すのめんどくさい。まあ何数分なんですけど、外すと今度外したタイヤがゴミになるんですよね。今度完全になる。でスクラップ屋さんによっては自転車くずめちゃくちゃ安い業者とかあるんですけど、スクラップ屋さんによってはめちゃくちゃ高く買い取ってくれるとこなんですよ。めちゃくちゃっていうか、普通に鉄くずで通るスクラップ屋さんもあるんですよね。なんでかっていうと、シュレッダーっていう工場でゴミが混ざった鉄くずを細かく粉砕して、このダストとかこういうゴムタイヤとか、こうダストと鉄に分けてする工場があるんですね、シュレッダー工場って。こういうやつは普通にギロチンで加工されたり、プレス機でプレスされたりして製鉄所に出荷されるんですけど、こういう綺麗な、こうガスコンロはダメ、基板とか電線とかついてるからこれはダメ。懐かしいね、ネズミ取りだって。懐かしい。これで取れるんですかね。こっちは綺麗だね、鉄くずとしては。がついた鉄くずとかダメ。あー入っちゃってんな。これもダメだな、木くず取んねっきゃ。まず自転車積んじゃいますか。1、2、3台、はい、積みました。そしたらこういうダストがついた鉄くずとか、こういうガスコンロとか、鉄くず、
くずついた、鉄くず。あとこの丸缶の鉄くずも、後ろで上げて持ってっちゃいましょう。はい、ガサーッと開けちゃいました、後ろの方に。エラメントとか結構入ってんな、ゴミ。で、この次、シュレッダーくず置けばいいますか。これでいけそうだな。電線切れば。電線切り持ってきます。これいけますね、鉄だから。シュレッダーくず。こういうのもいけますね。ダストついた。こういうライトもいけます。こういうスピーカーとかの鉄がついてるのもいけますね。こういうのもいけます。こういう蛍光器具もいけます。こういう蛍光器具。鉄、重量の大半が鉄なのでシュレンダー。こういう本当は豆トランスついてんのは外せば高く売れるんですね、動画撮れるから。ちょっとやってらんねえのが木の土台に乗っかってんので、もうこのままシュレンダーグッズで出してきちゃいます。こういう換気扇も本当バラせばモーター取れんですけど、もうこのままシュレンダーで出してきちゃいましょう。これこのままいっちゃいます。こういうダストがついた手作りとか、パンパンバラしたやつ、これもいけます。扇風機1台だけ持ってってみるか。もしかしたら通るかもしれないから。扇風機1台。こういうガスコンロも持ってっちゃうか。ガスコンロ。このビデオカメラもいけるな。いける。あ。なんだっけ？この辺はいいか。この辺はいいか。あ、こういうの持ってきたの。こういうのアルミと鉄でできてるやつ。これ何取っとくか。やめとくか。あと、なんかないかな。こういうの持ってっちゃうか。多分この際は入ってねえと思うんだよな。スピーカーは、スピーカーも。ちょっとこれではゴミ鉄ばっかなので、この中から綺麗な鉄くずも拾って、積んでいきたいかと思います。よし。今からスクラップ屋さんに向かいます。もうちょい積んでいくか、この辺に。はい、積み込み完了しました。今から出荷したいと思います。はい、午前に荷下ろし終わりました。ピーナッツパン食ってます。懐かしいピーナッツ、昭和レトロ。今日の夕飯はシーチキン、エルフレーク、オリーブオイルか。マグロ油漬けって書いてあります。これにしましょう。これに醤油入れるか。あ、マヨネーズなくなってたから醤油でいいや。マヨネーズ1回分だけあった。うん、うん、
賞味期限大丈夫かな。あれ2023年4月なんか昨日の気のせいか羽衣だから一流メーカーだな。どっちもどっち美味しいな。やっぱ魚は、ああ美味しい。日本国内で役目を終えた自転車って自治体で扱いではどうなんですか。出したことないんですけど、粗大ゴミ扱いなのかな。うん。で、見た目は普通の人が見れば単なるゴミに見えるけど、実は資源として需要があるんですよね。うん。重量のほとんどが鉄でできてるから、スクラップ屋さんで買い取ってくれます。1kg 40円でした。みんな通りました。感覚がだんだん分かってきた。うん。だいたいギリギリに仕上げていくけど、大抵通るな。だから、1キロ、10キロ、20キロあるんじゃないですかね。20キロはねえか。どのぐらいあるんだろう。10キロ、15キロあんのかな。全然わかんないやん。けど、スクラップ屋さんによって、あの自転車くずって単価が全然違うんですよね。もうただ同然のところもあれば、普通の鉄くずで通る場所もあるし、あのままでは製鉄所に収められないんですよね。タイヤがついてるから。だからあれを砕い、粉砕して砕いて磁力で鉄を回収して、それを製鉄所に収める感じですかね。鉄くずとしてシュレッダーくず、ああ違う、鉄くずですね。だからシュレッダーが得意なスクラッパーさんなら結構いい値段出すんですよね。うん。逆にシュレッダーに不得意な業者に出すとだいぶ単価安くなっちゃいますからね。まああと探せばもっと高いとこあるんですけども、近くで出しちゃっていいんじゃないですかね。もううん、近場のそこそこの単価の業者に出しちゃっていいと思います。もうまあ一トンとかあればわかんないけど、俺が200キロとかだから、もうその辺にポンと捨ててきちゃいますけどね。ということで、需要ありですよ。以上。